皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画ご覧くださりありがとうございます。私は今春スキーに来ております。今日は大学の初の授業があります。授業の前に一滑りできるとても贅沢な時間です。さて、私は授業の一番最初に必ずする話がいたします。それは授業30コマきちんと受けるとあなたは月額5000円高い仕事に就くことができますという話です。月給5000円大したことなく感じるかもしれません。しかし年収に直しますとだいたい20万円ぐらいの増になります。20万円ということは50年間働くといたしまして1000万円、普通に運用しますと利息を換算しますと1500万円の生涯年収の増になります。30回の授業を真面目に受けると1500万円の増加になる。1回あたり50万円ですね。だから授業を受けておいた方が良いですよ。皆さん1回50万円のバイトとても魅力的ですよね。受けない手はないです。この話をすると皆さん休むことなくきちんと受けてくれますし、おしゃべりする人がいると周りの人がきちんと注意してくれます。さて今日も初の授業とても楽しみです。私も準備を重ねて臨みます。それでは一滑りしたら授業に向かいます。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。